熊谷の皆さん、おはようございます。マックス鈴木です。私は本日こちら、居酒屋なるさんというところに、お邪魔させていただいております。なんでかと言いますとですね、こちらの僕が何回かお邪魔させていただいてたあのラスカル君とかもよく来てるあの自家製麺のジライヤさんっていう二郎系のラーメン屋さんのからダッシュで5秒ぐらいのところなんですよ。まあ目の前なんですけれど、にある、じゃあなるさん、ちょっとジライヤさんの店員さんの紹介で、じゃあなるさんにちょっとスペシャルなお料理をありますというか、ちょっといい感じのやつがあるというので、お邪魔させていただく運びに、なんで今日こんないつも以上に、あ、わかった。僕ね、昨日まで3日間長野県の白馬ってところにちょっと半分仕事半分旅行みたいな感じで遊びに行ってたんですよ。家族連れて。っていうギャップかな。はい。今日はそんなたどたどしい回でございます。よろしくお願いします。ちなみにね、今日はどっちかというとグルメ回になると思いますのでよろしくお願いします。そして熊谷暑いです。ね、もう本当もう日本でも有数の暑さを誇る熊谷。なんでも噂では40度になるとかならないとか。頭皮気をつけます。行ってきます。しゃいただきます。普通にしてくださいね。普通にしてください。マジで。まあ営業中じゃないんで。いただきます。小皿的ななんか一個もらっていいですか。それでこのベロちゃんがちょっと、はい、ちょっとスパークしてちょっとすいません。ありがとうございます。皆様お肉プレートでございます。4キロ強総重量。これが牛タンを煮て焼いたやつで、これローストビーフでしょ。で、だからこれチキンステーキなんですよ。で、こっちに、これ全部あとビーフなのかな、ステーキが、ポンポンポンとあるでございます。よいしょ。いただきます。じゃあ、なんと言ってもね、この目の前にいるこれ、わかりますか？わざと切らないで、出していただきました。で、基本的に全て、こちらのお店さんにあるメニューなんですけれども、いただきます。こんな感じ。柔らかい。うまい、柔らかい。これはもう、あそこ光ってるじゃないですか。これ太陽の光で光ってると思うじゃないですか。このドアがこっち側なんですよ。明日へのあれなんですよ。希望のそういうのいいですね。すみません。はい、すみません。すみません。柔らかい。これこんな柔らかいんですか。基本。ベロ煮込むとこんなやり方なんだ。もうなんか僕焼肉のイメージなんですけどね、やっぱこうちゃんと歯応えがあるってイメージだから、うん、超やわらかい。あー、うわ、いらっしゃいませお客様ご来店でございます。希望の世界から噛んだ、はい、すいません、はい、マジ超絶やる気、もうやばいぞ、ほんとまるでやばい。他のお肉も言っとこうかな。まさにこちらの分厚めのステーキは何ですか。これこちらだ、あれだ、牛ハラミですよ。あ、牛ハラミで。う
分かった。これお肉だけじゃなくソースもうまいわ。これはチキンステーキかな。なんかガーリックが混じったソースがかかってます。ん？これは何ですか？こちらはガーリックペッパーポークステーキです。ポーク、はい、あ、豚さんですね。ガーリックペッパーポークステーキ、うん、やらけうめえ。てか味付けがそれぞれ違うんですか？またなんかこれロービーですね。うん、火の入れ具合ちょうどいいんですけど、熱のソースがまた美味しいな。このそして最後のこのおろしだれがかかったの、これは何ですか？じゃあ肩ロースのシャリアピンソースですね。うわー、肩ロースきたー。あのあれっすね、お肉も美味しいんですけど、あの味付けがまた素晴らしくうまい。うん、シャリアピンめっちゃうまい。これすごいさ、この迫力。うん、どんどんいきますよ。これはこれあのだんだん後半になるにつれ無口になって顔が険しくなってきました。その辺がこのマックス鈴木 TV の見どころなんで、はい、楽しんでいただければと、はい、最初はパカパカいけるんですよ。 はい、お肉の後半ってマジでね、ほんとすごいんですよ。お肉ってすごいですよ。でもあの最初のパカパカがもう普通のパカパカじゃないですからね。あっという間に噛んだ半分になっちゃうし、逆にね、あの普通が分かんなくなっちゃうんですよね。あ、僕前までは普通だったんですけど、もうこれが当たり前になってきてるから、うん、本当お先だと分かるんですよ。あ、これ違うんだって。焼肉屋さんとか行ってもとんでもないレベルから。これ、最悪うまい。居酒屋さんなんですよ。なんで結構いろんなメニューがこうやってあるんですけれど、飲み物も含め、あと黒板メニューみたいなのもあります。なんですけど、やっぱこの今結構推してらっしゃるらしく、でも間違いないです、うん、他にもねパスタとかいろいろありますんで、もしこちら来た際いかがでしょうか。最寄り駅だと籠原駅になるんですかね。籠原ですね。うん、ね、はい、38、もうちょっと9になる男がただお肉を食べるだけの動画です。
テンテケテンテンテンテケテケテケテンテケテンテンテケ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 テンテケロスミうん、見てください、ローストビーフの花咲いてますか。なんで熊谷は暑いんですかね、日本でも優秀な暑いところなんだろう。てか熊谷以外ってどこが暑いんですかね。暑い。甲府とかですか。日本暑いって言いますよね。言いますよね。うん、でもなんかあれらしいんですけど、あの温度測ってる場所がそもそも違うみたいな。あっちの方はわざと暑いところで測ってる。熊谷はわりかし涼しいところで測っても、あそれぐらいの気温になっちゃうみたいな。そうなんですね。こんなのあるんですか。みたいですね。熊谷やばすぎだな、これ。そして鬼空が、うん、そして僕は知ってるんですよ、この赤いタレ、こう皆さんチッチッとおっしゃるじゃないですか。ご主人、僕は知ってますよ、これは色素のついた肉汁だって。ありがとうございます。このネタ3回目ぐらいですやるたびにどうやってもすいません。でもそうなんですよね。グルメ界って序盤であのオープニングで言ったと思うんですけど、これグルメ界の枠ちょっと収まるか分かんない。今でそんな気がしてます。ワイン、赤ワインとかになるんですかね。いいな、お肉推しの居酒屋さんあるなんてな、近くに。ちなみにこのデカ盛りって例えばなんですけど、はい、ちょっと事前に打ち合わせさせていただいた上でだったら、はい、これあの他の方も作っていただくことが可能なんですか。全然大丈夫。お手合わせいただいて、はい、わおらしいですね、皆さん。これパーティーとかでいいんじゃないですかね。すごくいいと思います。今日ジラさん営業なんで、さっきも到着した後すぐ顔出してくれたんですよ。ものすげえ 寝癖満点のド金髪のあれでなんかあーっみたいな感じでちょっとすごかったです。いつもあんな感じですか。いつもあんな感じです。あんま悪くしちゃいけないです。内緒で、内緒ですね。内緒で、本人いないですか。皆さん今のは内緒でお願いします。キャンピングしてる時は僕は本気のサインなんですよ。いろんなものをバランスよく食べてる時は正直もう言うと食べきれるっていう想像ができた上でやってる感じ。ここで正直戦いです。
ちなみに今のも内緒でお願いします。はい。なんでこのタンポン投げるんだろうね。ポーク。ジライさんのご主人は、はい、こちらにあれですか、お仕事終わったと来られたりするんですか。よく来てもらいます。はい。この舞台、超絶やらないんだけど、なんで？この目には絶対こちら来たら見た方がいいと思います。これ米だな。白髪もつけるじゃないですか。
いいですね。ちょっと甘めなね、このね、ガーリックのチキンステーキにかかってソースいいっすね。つるっつる入りますよ、これ。ジラヤのご主人っていつも何飲むんですか、これ一杯目。ビールですね。で、2、3杯飲んだ後に男梅サワー。ああ。結構ガッツリいくんですか。ガッツリ。そうですね、結構飲まれますね。あとタコの唐揚げを2人前、1人で2人前絶対に頼みます。タコから。タコから。好きなんですね。ちなみにご主人は営業中とかお飲みになられるんですか。あ、飲んでます。おー、じゃあですね、居酒屋やってないです。おい、あ、お酒大好きだぜと。大好きです。酒さえあれば大丈夫です。すげえ。あ、な、喫水の酒飲みなんですね。はい。あ、お酒が好きで居酒屋やってるんですか。もちろんです。え、結構召し上がるんですか。だいぶ。おお。でもあの、僕思うんですけど、お酒飲みながら、はい、例えばですよ、営業されてる中で、はい、じゃあ誕生日です僕がみたいになるじゃないですか、はい、であの、飲みなーみたいな、マスターみたいな、はい、アダースみたいな行くじゃないですか、はい、結構行った時行って、その、はい、なんですか、その仕事とそのプライベートの境目がつかなくなる時とかないですか。そのなんかこう、あ、ちょっとこれやべえなみたいな。そこは抑えてます、さすがに。そうなんですか。さすがに。え、それ抑えられるもんなんですか。僕お酒強くないんで、もうふぅってなっちゃうんですよ。まあとりあえず営業中は大丈夫です。へぇ。ただお客さん帰った後ぶっ倒れてます。あ、でも大丈夫。はい。あ、ってことはご自身の、酔っ払うあのボーダーみたいなのはもう理解してるってことですね。あ、もう大丈夫です、はい、ちなみに今2日目です。ちょっとあの初見のお店さんなんで、ちょっとこういうことやる食べ方さんだから目がちょっとあれなんですね。なんかちょっと目が血走ってるなと思ったんですよ。映さないでもらいたいです。なるほど、こんなフランクな感じです。すみません、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。すみません。3名様ご来店です。はい、いらっしゃいませ。うん、暑かったんじゃないですか、お外。すみません、待ってさ、遅ればせながら、これが通常サイズの牛タンのステーキ。わお。こんな感じで出しております。あ、ぜひ。これ、牛タンのステーキなんですね。ステーキですね。まあ、通常これです。こんな感じでございます。ほら、で、今、かわいい、もうね、あのね、かわいい女の子いるんですよ、マジで。さっきプール入ってたの。俺、ペチャペチャ一緒に遊んでたんだけど、早くうちのチビもあのぐらい喋るようになってほしいな。わかりますか、この、これちなみに何人前なんですかね、これ1本で。6、7枚ぐらいありますね。あ、でも、あ、でもそれぐらいですか。一番いいとこしか取ってないんで、ステーキは。はい。一番いいとこってなんですか。一番いいとこって、まあこの端元から中まで、先の方だとちょっとケバケバしいっていうか、筋っぽいんで。あ、この中の、まあ一番そこ、今そこですね、一番残ってるとこが一番美味しいところです。これ向きどっちなんですか、ベロの向きって。こうですか、それとも逆、細い方。あ、そうです、これが中、手前が一番ここにくっついてるぶっとい方、これでこうですね。うん、ちょっとだけグロいね。
これ考えんが。あのね、お子様いらっしゃる。店長から、遠くから来てもらって、すいません、食べてみてください。ありがとうございます。あの、あれなんですよ、千葉からなんとこちら熊谷まで来てもらったあの方がいらっしゃいまして、本当ありがとうございます。本当に、本当に楽しい。まだあの、いえいえ、すいません、まだ撮ったかもしれない。いえいえ、ありがとうございます。また来ます。ちょっと楽しみです。千葉は暑いですけどね。すいません。なんかいいですね。でもあの、僕子供の話になるんですけど、あのハニコさんに妊娠を告げてもらった時、教えてもらった時に、もう多分人生でもう可愛いっしょ、ああいうのもかー。すいません。いやいやいや、もう逆です、逆です。もういや、もう子供がいいんですよ。何でしたの、何でしたの、なめたけ。何なめたけ、なめたけ食べるの。なめたけと納豆と、あ、体にーなめたけ好きですか。かわいい。もう食事をやめて遊びに行きたい。あのこと、あのね、そう、ハニコさんにあの妊娠を教えてもらった時に、人生でもう本当に一番幸せな時だなと思ったんですよ。で、昨日車の帰りながらずっと考えてたんですけど、生まれた時もっと幸せだと思った。でもよく考えたら今が一番幸せだと思います。日々の成長を分かってどんどん大きくなって、まだ立ってないんですよ、多分そのうち立つんですよ。でもっとちゃんとはっきり喋るようになるんですよ、この言葉を。今あーとかあーあーしか言わないんですけど、でもっと食べれるものとかも増えてきて、子供って本当にすごいですね。あと気づいたのが、子供がいると周りに幸せが映る。みんななんか笑ってるんですよ。それをすごい思いました、僕は。いや、子供ってマジ本当すげえと思いますよ。もう幸せの塊だと思うな、俺。で、こういう思いでお家に帰るじゃないですか。あーみたいな、チビハーみたいな。で、見ると、パッて見るといきなり鼻に指つこんで、って返すんですよ。もう爆笑ですわね、もうね。たまらん。うまっ。チキンステーキの熱で、しなっちゃった水菜とか下にあるんですよ。このソースの感じとね、このしなった感じがやべえ。むっちゃうめえ。思ってるのか、今も。俺はね、頭上がらないんじゃない、本当に。本当に頭上がらないわ。そうそう、僕インスタで何回か詩みたいなの書いてるんですけど、思ったことをね、たまにがっつり写真でね、インスタです。当たり前か。この僕のお父さんってあの福島浪江ってとこ出身なんですけど、今68位だか9なんですね。それで、その僕一人っ子なんですよ。で、ちょっとあれなんですけど、僕、お母さんが、僕は公民党で死んでたんですね。で、
公認の時で死んでから、お父さんはもともとお父さん、俺僕で言うとおじいちゃん、お父さん方のお父さんは僕の親父が3歳の時に死んじゃってるんですよ。なんで親父っていう見本がない状態で育ってるんですよ。 おばあちゃんに育てられたの、今お母さんか、親父からしたらっていう状況の中で僕が生まれました。で、まあ育ててくれて、で高2の時にお母さん死んじゃって、僕ので、男で一つ育ててくれたんですね、そっから。でその高2の時ですよ。でまだお弁当だったんで、すっげえ男臭い弁当作るんですよ。白米ボーンに卵焼き、ウインナー、梅以上みたいな。でも俺すげえ好きで、その3食ぐらいの弁当がっていうのを、親父は仕事で朝5時には家出てたんですけど、もう出るのに早い段階から作ってくれたんですね。でこうやっぱ外食行ったりすると子供が大好きなの、とにかく。例えばこうファミレスとか行ってご飯食べてるじゃないですか。で横とかに家族連れとかいたら、もう自分から声かけちゃうみたいな、そういうタイプなんですよ。何歳ですかみたいな、お前2歳ぐらいかなとか言いながら、そういうタイプの人間で、で僕6ぐらいの時結婚したのかな、ハニコさんと。で37で、もうすぐ1年だから37で生まれたのか、チビが。そのずっとやっぱこう孫の顔を見せたいっていうのはあったんですよね。やっぱ子供好きっていうのは知ってたから、もうずっとそういう光景見てきたから、親父の。だけどまあ30も超えてみたいな感じだったんですけど、そのまあ本当もうハニコさんのおかげで子供ができて、でチビが生まれてきてくれて、でもう親父に俺の一番の親孝行はもう孫の顔見せるってずっと思ってたんで、それが叶ったんですよ。で今住んでる家に親父を呼んで、こうチビをこう、まあ最初はね病院でしたけど、今落ち着いてこう抱いてもらって、こう姿を見てるとね、なんかねもう何とも言えない、なんかねめちゃめちゃシワシワな顔で笑うんですよ、チビを見ながら。でもインスタにはあげたんですけど、あでもこれこの光景多分俺生まれた時親父が俺のことこうやって持ってたのかなみたいな、ちょっと思ったんですよね、パッて見て。でちょっとジーンとしたっていう話です。以上です。肉と何の関係もなくてすみませんでした。はい、食べます。はい。いやでもなんかやっぱね、ちょっと一応男としてあったんですよ、なんかずっとそういう思いが、こう孫の顔見せたいっていう。なんかね本当に今まで見たことないような顔で、2日か3日に一遍ぐらい電話かかってきますかね。もうチビ元気か、チビ元気か。嬉しい。あのね、それだけちょっとね、もう涙が止まらなかったことがあって、親父のせいになったんで、お母さんは浪江のお墓にいるんですよ。で、東日本大震災で浪江はもろなんですよね。で、帰れなかったんですけど、帰れるようになりましたと。で、今はまあ帰れるんですよ、普通に。で、帰れるって環境になって、最近そういえば生まれたから、生まれた時に母ちゃんにどうしても報告したかったんです、それを。で、そのお墓参り、夏行くじゃないですか、お盆の時。で、あ、命日だったかな。10月6日が命日なんですけど。で、行って、そのどうしても、僕のお母さんに、チビの声を聞かせたかったんですよ、僕は。聞かせられなかったから。生きてる時に。で、その、チビが生まれた時の、生まれて何時間後ぐらいのムービーを撮ってたんですね。みたいな、マジ猿みたいな顔で、って泣いてるムービーがあるんですけど、それをね、こう、お墓ってこうなってて、なんか、なんていうの、こうなってる、ちょっとごめんなさいね、灰皿で。こうなってる、こうなってるじゃないですか。多分、で、この下辺に骨つぼあるんだろうな、っていう予想の中で、それで電話かけたんだけど出なかったから、あのハニコさんにこうやってガーガーって聞かせたんですよ。そしたらあの中でこう空洞になってるんです、多分ね、コツを入れられるようにすごい響いてたんですよ。俺その瞬間も涙止まんなくてブーってなったんですよ。でまあそういうの終わりました。で車戻って帰ってる時に、そのお相手なんかそっちの方いたんで気づいてないかなって、いや俺さーとか言ってもやもやしたんで言ったんです、それを。いや俺さめちゃくちゃ泣いちゃったんだよねあの時とかって言ったら、
お前気づいてないかもしれないけど俺の方が泣いてたぞって言われてでもなんかすげえそれが嬉しくて、なんかねあれもねちょっとねなんかね忘れられないですね、うん、っていう話でした。はい止まらねえ止まらねえ止まらねえ、そんな話があるな、あれがあったな、うん、忘れられないな、でもな、いまだにそのムービー撮ってあります、やっぱり。やっぱ親ってすごいわ、本当に。だってさ、言ったらさ、妊娠が分かった時点からの心配事しかないわけじゃん。希望ももちろんあるけど、例えば安定期に入るまで、例えば奥さんが仕事してたら、まあ仕事ね生き続ける人もやっぱいるわけじゃないですか。まあ、ハイコさんも言ってたんですけど、その電車通勤だったらさ、そのやっぱ時間ずらしたいって、まあ自分の注意でもいろいろできるけど、そのなんかさこうね満員電車とかたまたまねなんか電車がこう遅延とかでそうなっちゃったらどう大丈夫かなとかやっぱいろいろ考えるじゃないですか。駅まで送り迎えするんでもなんでも、で実際生まれたら生まれたらもっと大変なわけじゃないですか。こうちゃんと生まれるかなとかもあるし、その奥さんの体ももちろんあるし、そのなんかね親がで生まれたら生まれたらそれこそ、まあ、保険だとかあの学費だとかもろもろ貯金だとか、あの小学校中学校高校あっち行ってもいいよって言ってもらえるように、あの言えるように、そのなんかこう心配事を全部予防接種でも何でもそう、定期検診でも全部そうっていうのを考えて、もうね本当にね何度も言うけど、もう親に頭が上がらん、マジですごい感じますね。もうリアルに感じまくってます、未だ今も。昨日とかもやっぱり旅行行ってて思ったんですよね。その3時間おきにミルクだったりとかご飯だったり、まあ今3回食なんですけど、あとやっぱりあんまりねじっとしててもあれだから、定期的に休憩したりもしなきゃいけないし、当たり前だと思うんですけど、当たり前なんでしょうけど、でもやっぱすげえなって思いました僕は。特にご飯食べに行く、子供騒ぎます、周りに気を使いますとか、いろいろあるじゃないですか、いろいろ当たり前のことなんですけど、すごい思いますね。でもちょっと 見る世界が若干変わりましたね、本当にそれを思う。こちら居酒屋なるさんのお肉を食べるとね、多分ねあれですよ、いろんな思い出がこう蘇ってね、いろいろ喋ってますよ。そんな素敵なお料理をお出ししてくださる、それがなるさんです。はい、え、あのすき焼き場やめてって本当すいません、すいません、いえいえ、ありがとうございますちなみになんですけど、また子供の話なんですけど、最近捕まり立ちちょっと前かした時、あまりに嬉しすぎて、あのチビマックスを抱っこして1階に降りて玄関出て、家の前の道をチビマックスこう出ながらうおーってテンション上がりすぎて走ってました僕、嬉しすぎて。
何より奥さんには困らないですかね。飲める肉ってこういうことでしょうね。マジで。ほらほら崩れちゃうんだもん。ほらほらほら形が合ってないようなものというか。でもここ食べると分かるんですけど、これタンってすごい繊維質な感じなんですか。ギューっていうこの。まあまあっていう。そうですね、あの先の方だと、まあ、中になんでこんなほぐれるんだろうって思うんですけど、どういう感じなんだろうこれ。すんごいほぐれた。ていうか、え、肉って繊維ですか。繊維の塊なんですか。僕はごめんなさいね、本当にあの知識がマイナスなんですよ、ゼロじゃなくて全然わかんなすぎて、すみません。 どういうことなのこれは。マジでこれ、これなんですよ。なんかね、ツルツルって言ってんのかな。この牛タンのメニューっていうのはもう結構こちらのお店やられた時からある感じですか。あ、もうオープン時からやってます。へえ。まあ差し支えなければなんですけど、はい、ご主人ってあのこのお料理のバックボーンとかってある。そのなんかこう経験のそのまあいろいろこの界隈でジャンル、はい、あのいろいろいろんな店、あ、で居酒屋だったり、居酒屋、まあ居酒屋が多いですけど。居酒屋ってどういうジャンル、オールジャンルってことですか。じゃあそうですね、料理役は、はい、自分がやってたとこは多いですね。あ、だからこうやっていろいろな種類があるんですね、お料理。うん、外食行こうって言うとね、レストランとかっていうのもね、居酒屋って言うんですよ、僕の奥さん。女性多いですよね、好きな方。これ煮込んだりする前のタンって、はい、結構ごっついですか、見た目。結構ごっついです。あれ、これはまさか本人登場のパターンか、これは。これ本人が登場する、本物が出てきてる。ここからは越南中女。え、こんな色してるんですか。まあ、爪、皮がついてるんで、それ剥いで
2個のしてる。か、皮ってどうですか。ここに皮がついてるんです。これが皮なんですよ。この茶色いというか茶色いところが、そうするとこの色になる。剥ぐと、そうですね、この皮です。勉強にもなりますね。ありがとうございます。うおー、すげえ。なんかあの木の棒、ドラクエで最初に装備する武器みたいな感じでこうやって、こうやってすげえな。あんな感じなんだ。そしてやっぱでかいね、圧倒的にでかい。なんか表現的にちょっと語弊があるかもしれない、申し訳ないですけど、スーパーウェッティなコンビーフみたいな感じです、食感は。なんかそんな感じじゃないですか、ほろっとした感じの、ね、なんか僕はそんな感じでした。今日いつも以上に喋ってますね、僕ね。だいぶ喋ってますね。半分ぐらい喋ってんじゃないですか、僕。この前、浪江に帰ったら、浪江で今度あの役場の前でサンドウィッチマンさんがなんとお笑いのライブをするみたいなのがあって、確かサンドウィッチマンさんって仙台だったかな。すごい嬉しかった。あ、浪江来てくれるんだと思ってびっくりしましたよ。すっげえもう胸熱。どんどん復興もしてるし、頑張りましょうね。うまっ。泣き崩れた。ご飯食べたんですか。何、笑ってる。あ、誰かいた。誰だ。誰。ありがとうございます。あ、そうだ。ありがとうございます。肉となんか気がついたらベチャベチャしちゃったらすみません。なるほど、居心地が良かったからなんですかね。おっしゃったらすみません。どうだった。なるさんで。これです。